どうもこんにちは、ルアーチャンネルのルアちゃんです。今回はですね、ハルイカ、これについてもう軽くなんですけどちょっと説明していきたいなと思います。本当にね、パッパッパッと軽くなんですけど、やっていきたいと思います。で、ハルイカなんですけど、初心者の方でもポイントさえ押さえたら結構ね釣れると思うので、まあそういったところをね、今回はちょっと、やっていきたいと思います。皆さんね、聞く方もいると思います。ハルイカ、ハルイカってね、よくこの季節聞くと思うんですけど、まずね、ハルイカとはじゃあ何かということを説明したいと思います。ハルイカなんですけど、産卵を控えたでかい親イカのことを言うんですね。で、毎年ね、これって地域差にもよるんですよね。なので、一概には言えないんだけど、まあ3月から6月ぐらいになると思うんですよね。群れでね、結構接岸してくるんですよ。で、どうするかって言ったら、その辺に卵を産むわけじゃなくて、ちゃんと条件があって、例えばアマモであったりホンダワラといった海藻なんかに産卵していくわけなんですけど、あるいは漁港とかのさ、なんて言うんだろう、このイカダのロープとかね、ああいったところにも産卵とかはしていくですけどね。まあ基本的には、海藻類に産卵をしていくんですね。で、ハルイカのじゃあ魅力は何かといえば、大きなサイズが狙える。例えば2から3キロオーバーなんていうのも普通に狙えるので、毎年楽しみにしている方も多いと思うんですよね。で、泳がせでも釣れるんで、基本的にエギングの方と泳がせの方が並んでやっているっていうところが多いかなと。まあ僕もね、過去にまあ某有名な過去動画に多分あると思うんですけど、3キロぐらいのを釣れたので、はい、本当に楽しいですよ、これは。で、もちろんね、大きなサイズばっかり釣れるのかって言ったらそういうことでもなくて、新子なんかね、小さなサイズも釣れるんですよね。で、ただこの辺はね、やっぱこういったエギですよね、この大きさのサイズ感で、なんていうかな、こう釣ってくるイカのサイズは選べると思うので、例えばちっちゃいエギを投げてたらちっちゃいのが釣れてくるし、でっかいのを投げてたらでっかいのが釣れてくるしとかね、そういったことで、まあ、一概には言えないんですよ。ちっちゃいのでもでっかいの釣れてくることもあったので過去に、まあ、ちょっとある程度は選べるのかなと思います。で、ハルイカ楽しそうとここまでの話聞いて思われた方も多いと思うんですけど、産卵控えているために警戒心ってめちゃめちゃ強いんですよ。なので、なんていうかな、こういったね、フラッシュブーストとかあるじゃないですか。こう、キラ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 。こういった感じのやつは、極端に嫌うこともあるので、警戒していて。例えばこういった、ね、エビ球とかのこういうのもどうなのかな嫌うやつは嫌うかもしれない。こういったね、キラキラキラっていうのも、なんていうかな、結構嫌う傾向にあるんですよね。なので、そこはもうエギのチョイスかなと、大切になってくるかなと思います。だから、大切なことって、なんて言うんだろうね、こう、秋の感覚で、どうしてもしてしまっている方もいると思うんですよね。そういった方は結構戸惑うかもしれない。秋はこれで釣れたのにって、まだね、春と秋とは違うんですよね、釣り方って。で、春イカって、場所ってめちゃめちゃ大切なんですよ。春は秋と違って、本当にね、場所で、もう、なんて言うんだろう、定されてくるんですよね。で、じゃあ、どういったところがいいのかというと、今から説明ちょっと軽くサッとするんですけど、こういったね、堤防あるじゃないですか。こういった堤防の概要に面しているところですね。で、例えば、まあ、アジングでも何でもそうなんですけど、こう、潮通しがいいところであったり、こう、身を筋が入っているところね、こう、っていうのは、やっぱりベイトが溜まってくるんで、こういったね、でかいイカって回遊してきやすいんですよね。はい。なので、なんて言うんだろうな、ハルイカって結構ね、潮に乗って回遊してくるんですよ。なので、回遊ルートっていうのが絶対にあるんですよ。絶対にこれはあるの。なので、いわゆるその、ベテランエギンガーさんって結構ね、回遊待ちしている方多いと思いますよ。で、結構そういったものって、回遊待ちってね、いいと思いますよ。僕も、よくやるんですけどね。回遊待ちってどういうことかって言えば、まあ、簡単に言ってしまえば、その、なんて言うんですかね、このイカが回遊してくるであろうポイント、そういったところを、もう、ただ、もう本当にね、ひたすらキャスト、
これの繰り返しですよ。だからタイミングですよね。粘り続けられるかですよ。どれだけ同じことをずっとやっとれるか、忍耐の釣りになってくると思うんですけどね。はい。で、ハルイカが回遊する主な目的ってやっぱり産卵なんですよね。で、こういったハルイカってこうね、浅瀬の藻をめがけてやってくるんですよね。だから先ほども言った通りに、アマモとか本田原に卵を産みつける習性があって、ね、あの海藻ってね、結構ねハルイカがね溜まりやすいんですよ。なので、こういったね、あの釣りづらいと思うんですけど、こういったハルイカの時は海藻っていうのは狙うといいかなと思いますね。で、釣り方っていうとハルイカのね、基本的にはこのね藻の上でエギをこうねステイさせたりとか、藻の上をこうただ巻きでもいいんでこう巻いてきたりするだけでも釣れてくるので、はい、そういった釣り方っていうのもありだと思います。あとはもう一番効くのがボトムステイね、ボトムステイとかも結構効果的だと思いますよ。ただね、やっぱ先ほども言っているようにハルイカって本当にね警戒心が強いので、狙い方としてはね、やっぱ僕がおすすめするのはボトム中心の攻め方になると思います。あるいはもう本当にね、あの藻の上でもうふわっと置いとくだけでいいと思いますよ。もうあんまねこう動かしてしまうとやっぱね警戒するんですよね。ハルイカはじゃあどういったところに溜まりやすいかっていうポイントの条件もあって、それはここに書いてあるとおり、こういったところは入った方がいいよと、こうねブレイクが近いところ、例えばこれ堤防とするじゃないですか。で藻があるじゃないですか。そうするとイカってこういうところにいるんですよ、深場にね。でこの深場のところからこう産みつけてやってくるので、やっぱりこういったブレイクが近いところっていうのは狙い目かなと思います。だから、必ず僕がハルイカで入るときっていうのは、なんだろうな、こうブレイクがあるか、本当に地形の変化ですよね。はい、そういったことは気にしてます。あともう一つね、フォールスピードなんかに対してなんですけど、ハルイカって結構ね、なんだろう、ゆっくり沈んでいくエギに対して反応がいい時が多いと思うんですよね。うん、これはずっとなんかエギングしてて感じるんだけど、これが秋と春の結構違いかなと思ってて、こうストーンって落ちるよりは、こうどちらかといえばスロー系に落ちていく、ゆっくりアピールさせた方がいいんですよね。はい、なので、警戒心なんかが強いハルイカに対して違和感っていうのはやっぱりダメなので、そういうのを抱かせないようにじっくりとこうエギを見せていく、なので、高いエギを使った方がいいよっていうのはこういうことにあるのかなと思います。あとはジャークはもうゆったりしたジャークとかね、ボトムステイであったりとか、はい、こういったジャークなんかをするといいと思います。あんまりねビュン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 動かしすぎるとイカこれね離れていってしまうんで、はい、ボトムステイでもボトムをこうなんていうんですか、こう止めてこうゆっくり置いとくとかね、ちょんちょんってやって、そういった感じで誘っていくといいかなと思います。だから基本的にはあんまり早く秋みたいに誘わない方がいいかなと、ゆったり誘った方がいいかなと思います。はい、ということで、まあ今回は軽くなんですけど、こんな感じで、エギング楽しんでみてください。